2013年ブルガリア国民議会選挙は、ブルガリア共和国の立法府である、ブルガリア国民議会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙。2013年5月12日に投開票が行われた。定数240議席を45の政党や政党連合が争った。本来は国民議会議員の任期が満了する7月に選挙が行われる予定であったが、ボリソフ内閣の財政緊縮政策による電気料金、暖房料金の高騰や失業率が8年ぶりの高水準に達したことに不満を抱いた市民らによる大規模な抗議デモをきっかけに2月20日にボリソフ内閣が総辞職を表明。3月12日にプレブニリエフ大統領がマリン・ライコフ駐フランス・ブルガリア大使を首相とする暫定政府人事の発表と国民議会選挙を前倒しで行うことを表明し、3月13日の大統領令に基づいて3月15日に国民議会を解散したことにより、5月12日に国民議会選挙が行われる運びとなった。政党登録が締め切られた3月27日時点で71政党が登録を行ったが、最終的に38の政党と7つの政党連合が選挙に参加した。以下に主な政党や連合について取り上げる。ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民が約100議席を獲得し、第一党となるが、過半数には届かず、連立政権になる見通し、と報じられた。選挙の結果、GERBとブルガリアのための連合、MRF、アタカの4政党が議席阻止戦である、得票率 4% 以上の得票を獲得して、議席を獲得した。選挙前の与党であったGERBは97議席と議席を減らしたものの第一党を維持、社会党を中核とするブルガリアのための連合は84議席で前回減らした議席を大幅に回復、トルコ系住民主体の MRF が36議席で第三党、GERBと閣外協力を組んでいたアタカは23議席で第4党となった。この結果、与党系と野党系が共に120議席で、世の拮抗状態となった。なお、投票率は 51% で民主化以降の選挙では過去最低の結果となった。選挙の結果を受け、5月23日、プレブネリフ大統領は憲法の規定に基づき議会第一党となったGERBに組閣権限を委任したが、GERB側は、アタカとの閣外協力を解消したこともあり、組閣できず、大統領側に組閣権限を返上した。これを受け、プレブネリフ大統領は、議会、第2党である社会党がオスプラメン・オレシャルスキ、首相候補に組閣権限を委任、29日の国民議会にて行われた、首相候補と閣僚に対する議決の結果、オレシャルスキ首相を主犯とした、社会党、MRF の新連立政権が発足した。ありがとうございます。